はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はソプラノ用の弦、これをテナーウクレレに貼って届くんですか、足りるんですか、この質問をいただきましたのでお答えしたいと思います。はい、基本的にソプラノ用で販売されてる弦もよほどでない限りテナーに貼れます。長さ見ていただくと、これテナーとソプラノですよ、はい、これだけですね、違い、まあ言ったらこのぐらいの長さですね、はい、ソプラノ用の弦にプラスこれぐらいの長さがあればテナーに貼れます。この長さが入ってない弦っていうのはほぼないと思います。弦によってはソプラノ2本分取れたりっていうこともあります。まあそのぐらい余裕を持っとかないと、ソプラノでも特殊なヘッド形状、例えば、フェンダーのストラトキャスター、テレキャスターみたいに片方にペグが並んでるものとかっていうと、ペグ糸巻きですね、片方からこう並んでるもの、こういうものって一番遠いペグまでって距離あるんですよね。だからそういうのに負けなくなってしまうんです。そのために弦っていうのはかなり余裕を持って販売されてると思います。楽器店に持ってって、ソプラノ用はテナーに貼れないですよって言われたという話も聞いたんですが、まあ楽器店からしたらですね、テナーにソプラノ用を貼ってくださいって来られて、パッケージ開けて貼れなかったです、貼れなかったけどお金くださいとは言えないじゃないですか。まあそういう事情もあんのかもしれないですね。ちなみにこれに貼ったラベラのブラックナイロンナンバー15というやつなんですけど、貼って切りました。これソプラノ用の弦ですよ、はい、貼って切ったら3弦はこんだけ余りました。はい、で1弦はまあペグまで近いのでこれだけ余ってます。はい、わかりますか、これぐらいの距離ですね、余ってます。はい、で、これが2弦、はい、2弦も結構な量で余ってます。ソプラノ用をテナーに貼ってこれだけ余ってるっていうことですよ。でこれをソプラノに貼ってみようかなと思ったんですよ。1弦はまあこっからこういくと1弦は貼ることできるんですが、この糸巻きまで遠い3弦届かないですよね。はい、もう一本、はい、こっち持ってきました。これ2弦も届かないということになりまして、ソプラノ用で販売されてる弦、ソプラノとテナー両方に1本の弦から貼ろうと思ったらそれは無理でした。テナーと取ったので足らないっていうだけで、ソプラノ2本にはこれ貼れる長さだと思います。ただこれも注意してくださいね。ここは引っ掛けるだけの、どちらも引っ掛けるだけのブリッジですので、団子結びギリギリでして、止めた感じですね。結構真ん中辺で団子結びして余裕を持たせて、してしまうと2本分は無理です。はい、でラベラのナンバー15ブラックナイロン弦はそういう感じなんですけど、注意していただきたいのがクリアナイロンのナンバー11、ソプラノ用のクリアナイロンナンバー11というものがあるんですが、これは気をつけてください、テナーに貼れないです。見ていただくと割ともうギリギリのところで団子結びしてですよ、ソプラノに貼って残ってる分はこれだけです。1弦はい、で、これ3弦で4弦はこれぐらい残ってる、2弦もこれぐらいしか残ってない。これ、そのまま切らないで貼って残ってんのこれぐらいです。わかりますかね、これぐらいしか残ってないのでこの弦はテナーウクレレには貼れないです。 DJ はいろんな弦、ソプラノ用テナーにいろいろ貼ってきたんですけど、その中で唯一貼れなかった弦はこれだけです。まあ他にも DJ が貼ってない弦で貼れないのもあるかもしれないので、万が一貼れなかったら、いやソプラノに貼っちゃえとかやってみるといいと思います。まあ今回そういうお話をしたんですが、ラベラもこれ見ていただくと弦によって長さが3弦と2弦長さもこんな違うんですよ、元から。もしかしたら人間がこう手で切ってるのかもしれないですよね。その切り加減にもよるかもしれないので、その辺は何とも言えないです。あと仕様変更ですね、弦もまた最近フロロとか値段上がってきてますので、短め2本取れなくてもギリギリでってやっていくメーカーがあるかも
もしれません。こっそりとあのポテトチップスの入れ物はそのままで中身が減ってるようなことになるかもしれないので、確実とは言い切れないということを最後に付け加えて、今回の動画は以上です。また別のお話でお会いしましょう。さようなら。あ、ちなみにこれナンバー11、これハイGです。こんな音ですね。これ結構あのテンションも柔らかくて、あのいいクリアナイロン弦です。ナイロン弦ですからね。はい、ということでまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。暖かい日が灯る。